受験に向けての対策は万全と言いたいところなんですけれども受験に向けての予期しないハプニングにも備えておきたいところですよね。そうで,すねはい、ではここでもう一度本日のおさらいをしておきましょう。講師は創造学園の合格受け負いいいこと手島先先生生ですすすよよろろししししくくおお願願ままた、はい、早速ですが受験までのポイントを教えてください。はいはい じゃあ入試直前の勉強法ということでいきたいと思います。一、はい、点目が毎日五教科バランスよくやってください。うん、えこの時期弱点の勉強をいっぱいしたいという気持ちはとてもよくわかりますが、うん、やっぱりピアノの練習とかクラブでもその練習だけしてるということはなかったですよね。そうですね。はい、必ずいろんな練習もしてきたはずなんで、うん、え受験に関係のある教科はすべてやった上で弱点補強の勉強をしっかりとあのしてください。はい。 はい、2点目ですけれども今まで使っててきた教材を信じてくださいこれはあの先ほどの先輩の話にもあったと思いますけれども、えっと、私の経験もで言ってもこのやり込んでいってちょっと気になったところを教科書とかで調べてたら案外出てます、うん、入試にはい、うん、出ておりますのでぜひ今まで使った教材の中に受験の紙が潜んでるかもしれませんので、うんはい、3点目ですけれども集中のスイッチを作るということになります。 これはあのやっぱりイチロー選手のおなじみのこのポーズですよね<ー>はいあれによってイチロー選手は集中をするわけですでそれと同じような集中のスイッチを自分できちっと作ってください 例えば勉強の前に必ず黙想をしてからやるだとか、うんえー、ペン先に集中するだとか、うん、っていうようなことでこうやったら自分は集中して問題が解けるんだというようなスイッチをきちっと作っていってもらえればと思いますなるほどですね。はい、そして受験前日、はい、当日に気をつけるべき点っていうのは前日当日のポイントですけれども、えー、1点目が不安とか緊張というのは合格の直前にきます。うん あ当然試験中がピークになります,そうです、ね、はい、えー、これを乗り越えた人に合格が訪れますそれと戦わなければいけませんので、えー、最後の最後まで、えー、気持ちを途切らさずに一問でも多く一点でも多く取るために全力を尽くしてもらえたらと思いますまた。 自分が今不安だなとか緊張してるなっていうのがわかればその対処法もわかるかと思いますえ、そのために重要なのが例えばこの入試の時間割で出てきますけれども、はい、この休み時間の過ごし方ですよねこの休み時間をどう過ごすのかっていうのはすごく大事になります 例えば先ほどやったストレッチですよね。てきましたね。いやつをするだとかトイレ行って鏡見て自己暗示をかけるだとかというようなことできちっと最後の最後まで英語が終わるまで頑張れるような状態を作り上げてくれれば合格というのは自然的に手に入るかなと思います。はいた行動をしようと これも先輩の話にありましたけれどもやっぱり問題を解く解ける解,かん解けないの前に勝負が決まってしまうというのはちょっとやっぱ寂しいことですよね。ね余裕を作るために平常心でいられるようにきちっと余裕を持った行動ができるように下調べをしておいてもらえたらと思います。 三点目ですけれども答え合わせは現金になります、はい、常にやっぱり前に進む気持ちでいてください、うん、休み時間に答え合わせをしても過去を振り返っても過去は変えられません、うん、それをする暇があれば次の教科を集中するためにどうするのかということね友達とまあたまいまな話して、ね、リラックスしてもらってもいいですし、うん、常に意識を前にしていけば必ず合格できると思いますので 自分を信じて最後の最後まで頑張ってもらえたらと思います皆さんの検討をお祈りしております以上ですはい、ここまで受験に向けての対策、はい、そして心構えたっぷりと教えていただきました手島先生でしたありがとうございました、はい、どうもありがとうございました